こんにちは、大瀬です。9月の17日と18日に行われましたBリーグプレシーズンゲーム、琉球ゴールデンキングス対福井ブローウィンズ。結果としましては、琉球が接戦の末、この B2 に昇格した福井ブローウィンズに勝利することができました。まあ、このプレシーズンゲーム、 B1 のチームと B2 のチームが戦うという唯一のゲームでございまして、まあ、今回の対戦相手がこの B2 に昇格した福井ブローウィンズだったんですけども、この琉球をよく知っている伊佐勤ヘッドコーチを見事攻略した形になったのかなと思います。まあ、今回のこの福井の試合、ゲーム1とゲーム2で活躍した選手を中心に、これまた感想を述べていきたいなと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回平日に行われたプレシーズンゲーム、沖縄では台風が近づいて天候が悪い最中でございますが、満員御礼のファンブーさんの皆さんの応援で、盛り上がった次第でございます。まあ、この試合ではやはり一番目立った選手で言いましたら、クーリー選手とカーク選手、福井に対して勝ってるポイント並びに琉球のストロングポイント、もうこれはインサイドになってきます。インサイド面でこのクーリー選手がオフェンスリバウンドを取って、セカンドチャンスポイント、バスケットカウントを決めての、まあ、ゲーム1での最多得点で、ゲーム2ではアレックス・カーク選手がインサイドのオフェンス並びにミドルレンジのシュートの積極性を見出してきまして、カーク選手が、まあ、ゲーム2ではスコアラーになっての活躍となります。まあ、琉球がこのストロングポイントとして作り上げたいこのインサイドのポイント、まあ、カーク選手、クーリー選手という大黒柱級の選手が2人も登場して戦うという、これまた反則級の強さを、まあ、琉球ゴールデンキングスは、昨シーズンから見出していまして、そのクーリー選手の、毎年恒例のオフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイントというのは、まあ、琉球ゴールデンキングス見事福井ブローウィンズに対しては、効果的な打撃となりまして、また今シーズンはこれ頭から活躍していますアレックス・カーク選手、まあ、今シーズンのアレックス・カーク選手は昨シーズン以上にこれ仕上がっているという形になっています。まあ、昨シーズンはクーリー選手がインジュアリーリスト入りして、急遽この琉球ゴールデンキングスに入団となって活躍した次第、またカーク選手も昨シーズン途中でこれインジュアリーリストに入りまして、しばらく試合を行っていない期間というのがあって、次に復帰した時これ帰化選手として登場しましたので、まあ、カーク選手はこのシーズンの途中で様々なこれ紆余曲折を得てこの琉球ゴールデンキングスのメンバーとして戦ってくれました。そのカーク選手が、まあ、アジャストしないといけない場面っていうのが昨シーズンとても多くて、まあ、カーク選手にとってはもしかしたら昨シーズン大変な時期だったんですけども、もう今シーズンは頭から帰化選手で活躍できるという場面、また琉球ゴールデンキングスの経験値として活かせるポイントが、カーク選手が大黒柱で外国籍選手の役割を果たせる場面もあるという点でございます。まあ、当然琉球としてはこのアレックス・カーク選手をこれ帰化選手として3ビッグの大黒柱として使いたいという場面がある一方、カーク選手、クーリー選手という2大大黒柱でインサイドを制圧するという戦術も使えるというのが、まあ、琉球ゴールデンキングスの、まあ、新たな強み並びに昨シーズンに編み出した戦術の一つでございます。それがこの試合見事に、福井ブローウィンズが、厄介としていたインサイド面で見事これクーリー選手、カーク選手が攻略して琉球の、まあ、スコアラーになった次第でございます。また新戦力、若い戦力で活躍したと言いましたら、アルマ選手と伊藤選手、まあ、伊藤選手はやはりこの名古屋ダイヤモンドドルフィンズ時代の厄介だったポイントを、琉球ゴールデンキングスではもう頼もしいオフェンスのポイント、ディフェンスのハード面、これらを見事体現してくれまして、まあ、琉球ゴールデンキングス沖縄アリーナの初披露の場となりまして、その実力を遺憾なく発揮したところでございますし、またケベアルマ選手もインサイドのところでポイントを入れる場面、3ポイント並びにダンクでプットバックで連続で決める場面というのもございまして、今シーズンはこのケベアルマ選手がこの琉球ゴールデンキングス沖縄アリーナのコートのこれ士気を上げる、ボルテージを上げる役割というのもこれになってほしいところでございます。
これもう一つ活躍注目したいのは若手選手の台頭でございます。まあ、若手選手の代表格で言いましたら植松選手と脇選手、今回まあ植松選手がこのオフェンス面では3番ポジションを行う場面もありましたら4番ポジションを行う場面もございます。これは前の長崎ベルカ戦でもこの植松選手が3番ポジションでこれ適用することにより疑似的なこれ3ビッグのラインナップを披露することになります。で、植松選手と日本人選手相手の選手のマッチアップであれば植松選手にフィジカル明らかにこれもアドバンテージが生まれていますので、まあ、植松選手がフィジカルを使って攻める場面っていうのもできますし、また植松選手は機動力もある選手でございますので、まあ、琉球がファストブレイク行った時にはこれ植松選手も参加して得点に絡めるという展開がございます。また植松選手の魅力で言いましたら恵まれたフィジカルポテンシャルというのがありますので、まあ、この試合でもブロックを披露することになりまして、まあ、植松選手がここぞという相手の得点を防げる、まあ、役割を担えたというのも福井戦の一つのポイントになっていると思います。そしてもう一人これルーキーで活躍してます脇選手でございます。脇選手もこれ3番ポジションで活躍する選手なんですけども、フィジカルが強くて、まあ、大学時代ではこの体を使ってのバスケットカウントを量産する場面というのもありまして、1対1のスキルというのは高い選手でございます。この脇選手が1対1の、まあ、行く場面だったり、また得意としてる3ポイント、この3ポイントでも脇選手はこの試合では多く絡んでくれまして、相手の福井ブローウィンズに対してこの脇選手も十二分に活躍できた試合だったと思います。まあ、一方の琉球でもこの福井ブローウィンズに追い込まれてあわやという場面は何度もございました。まあ、福井ブローウィンズが、まあ、結果から言いましたらもう B1 でもこれ通用するチームでございます。この伊佐勤ヘッドコーチの、まあ、戦術カルチャーを知ってる選手が多く所属していまして、まあ、昨シーズンから所属してる選手もいましたら、このサンロッカーズ渋谷から移籍してきたもうライアン・ケリー選手、このライアン・ケリー選手がやはり福井ブローウィンズの新たなスコアラーとして活躍する次第でございまして、まあ、インサイドのプレーはもちろんなんですけども、まあ、魅力で言ったらやっぱスリーポイントが打てる選手というのもこれまた一つのライアン・ケリー選手の魅力でございます。まあ、このライアン・ケリー選手の外から中からのプレーで、まあ、福井ブローウィンズが追い上げる場面、また外国籍選手のベンジャミン・ローソン選手、ペリエリス選手がこれまたインサイドで活躍する場面というのもございまして、まあ、琉球が機動力を含めたインサイドの戦いではもうカークーリー選手の機動力より上回ってるポイントがこの福井にはございましたので、まあ、福井がそこで点を入れる場面、またこのサンロッカーズ渋谷時代から活躍してきた選手、田渡選手と渡辺選手、この渡辺選手が岸本選手とマッチアップして、まあ、かつての琉球ゴールデンキングスの、ガード対決というのも見れましたし、またこのベテランガードシューティングガードとして活躍する田渡選手が、まあ、得点多く作り出している場面というのもございまして、まあ、ここの日本人プレイヤーの活躍というのがこれはまたサンロッカーズ渋谷時代から積み上げてきたものをこれ福井ブローウィンズに還元して、まあ、琉球ゴールデンキングスにもあわやという場面を作り出していたと思います。まあ、4クォーターで最後琉球ゴールデンキングスがまあインサイド中心に離して、まあ、ゲーム1ゲーム2は勝利しているんですけども、まあ、福井ブローウィンズにもこの琉球ゴールデンキングスを打ち倒す、まあ、きっかけチャンスというのがこれ何度もありましたので、まあ、そこはやはり B2 として恐ろしいチーム、そして B1 に昇格する、まあ、候補のチームになっています。まあ、もし次福井と戦う機会があればもう天皇杯でトーナメントで決勝で、まあ、当たるという可能性だけ残っていますので、お互いこれ天皇杯福井ブローウィンズは様々な強敵と戦っての決勝、まあ、琉球としてはそのトーナメントから勝ち上がってきた猛者相手と準決勝で戦うというお互い難敵と戦うという道筋にはなっているんですけども、もしも可能であればもう琉球と福井のこれ天皇杯という面白い試合というのを見てみたいなという感想でございます。チャンネル登録お願いします。琉球がこのプレシーズンゲーム9月から始まって、徐々にチーム力チーム構成というのは仕上がってる次第でございます。次回の試合が日曜日と月曜日に行われる、チャモン LG セイカーズの戦いなんですけども、これが
琉球のプレシーズン最後の試合となります。まあ、この試合というのが惜しくも、まあ、バスケットライブでは、これ、配信がございませんので、まあ、琉球の公式の SNS で、まあ、プレーの確認という形になるんですけども、まあ、相手は、韓国の強豪チーム並びに、注目のアジア特別枠である、カール・タマヨ選手が所属しているチームでございますので、琉球ゴールデンキングスがこの最後のプレシーズンゲームでどのように戦うか、そして、この最後のプレシーズンゲームでいかにこれチーム構成の成果点課題点を見つけることができるか、これ注目していきたいなと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。